今日はどうかな、誰か来るかな、ユーストリーム。飛躍ネットサーバに接続しました。シェアベアイスグッデントリーインスプリットモデ終了まであと1分になりました。ユーストリームサーバに接続しました。はい、じゃあ次枠いきますよ。映ってるかな。あ、大丈夫っぽい。オッケーオッケー。今日早いな、ユーストリーム。反応がいい。配信を開始しました。はい、コトチャさんこんばんは。そう、これまんまこれなんだけど、ちょっと画質上がってると思う。来年はね、誰か作ってくれるといううちイッサンいるんだけどね、サムネのね作ってほしいこういうの動画編集面倒だからね。そう、すごく面倒だよね。もう二度とやりたくないと思う。
と同時配信してるん？ビーストとね、同時配信やってるよ。今日はでも、ニコ生も声出しでやるので、このまま多分、いてもらって大丈夫。はい、まーちゃん、こんばんは。ビーストをね、配信すると自動でね、録画してくれるので、全部。なので、一応ニコ生配信するときは全部ね、ユースト配信、同時配信やってる。向こうがね、画質は綺麗で、枠移動とかもないんだけど、ラグがね、すごいんでね。X 使ってたら録画されるよね。そう、録画される。で、サーバーの方でも、ユーストリームのサーバーの方でもね、自動録画全部やってくれるので、だけど、笑う。ああ、いや、今ね、XSplit ね、MP4 でもね、録画できるよ。え、マジマジ。あ、これ課金だけなのかな？自分一応課金やってるんだけど。どうなんだよ。一番課金だけど、あ、本当に？エクスプリットだよね。知らんかった、笑。そうそう、 MP4 になるよ。ほらね、メトロイド多いんだよね。もう8人も来てくれてるもんな。はーい、こんばんは。はい、じゃあ改めまして、ありがとうございます。改めまして、はい、今日は1月11日土曜日です。はい、みんな明日お休みでしょう、ね、自分明日仕事だからはい、19時回りましたね。じゃあ今日もね、頑張ってメトロイド、昨日鈴木からね、やっていきたいと思います。はい、このメトロイドいいところはね、ちゃんとあらすじ出してくれますね。音大きすぎないかな、大丈夫かな、ゲームを。メトロイド枠はね、本当にね、昨日本当申し訳なかったなと思って、こんなに来てくれると思ってなかったから。平気大丈夫そうかな。音はね、大きくちっちゃくできるので、もしあれだったらね、言ってくださいねそう、あんなにね、来てくれると思わなかったから、ちゃんとね、ニコ生で放送しとけばよかったと思ってはい、じゃあこの1時間55分。ちなみにこっちの方はね、ロケハンやってるやつですね。エンディング手前まで行ってますね。はい、じゃあ頑張っていきまーす。はい、セクター1で8のような生物の。ああ、そうだよね。ごめんね。中段に襲われたサムスはその巣を破壊する。そう、ごめんね。あんなに来てくれると思わなかったから、その現場に現れたあの小さな生物の異様な様子に唖然とするサムスへ、アダムから試験監視センターに向かえとの指示が入る。はい、じゃあ行きまーす。ちなみにね、目的地は、この黄色い丸がある、ここですね。今んとこまだ道がないので、とりあえずこの上の N のところを目指していきたいと思います。こっちですね。ちなみにですね、これ、入ろう。そう、毎回言ってますけどね、雑魚敵は倒しても、このメトロイドアザー M だけは、敵を倒しても回復アイテムが出たりとか、ミサイルを補充したりとかっていうのは基本的にないので、もう倒すだけ無駄です。雑魚はね。
中にはその雑魚倒さないと次のエリアに行けないとかっていうのも稀にあるんですけど、まあ、そうじゃない分に関しては、あ、なんか落ちてきた。もうそうじゃない敵に関しては、まあ、倒すだけ無駄なので、ミサイルエネルギーが欲しいんだけど、 HP が欲しい。下姉さんまだモンハンやってんの好きだね。で、ここはこれがあるので上に ね、これは上に登るってことなんだと思うんだけど、今そこにうちいるんすけど、わら。あ、本当に頑張ってんの。頑張って姉さん助けてあげて。あるんだけど、ここのね下にもねボールになるやつがあるんだよね、これ。だけどこうじゃないな、普通に多分登っていい感じかな。あそこはガチ勢だからもう入れない、わらわら。あそこガチ勢なの。太陽圏に姉さん散ってたお。マジでガチ勢なのか。で、ここ向かいにね、これがあるので、これ狙いたいと思います。多分そこまでは、わら。あ、そこまではガチ勢じゃない。私なんか入ったら装備を指摘されるので、わらわら。マジでやだ、もうそんなの。はい、で、ここ入れるようになったのでね、ここボムで上がります。よいしょ。多分何もないよね。一応エネルギー欲しいんだけど、アイテムのマークが出てないから。マーク出てないけどさっきあったもんな。大丈夫かな。結構見落としてると思うんだよね、今回サクサクでいってるから。一回戻んないとな。よし、まあいいや。なんか出てきそう。痛い。痛い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 。よし、体力ないんだから勘弁しても。閉じ込められた。戻れなくなりましたね、これ。あ、どこかな。何かでフラグ、わら。ねえ、フラグだね。使いたいけど、ちょっと怖いな。よっ。 OK かな。ここなんかある。エネルギーって入れー。これ多分この外にあるんですけど、これ取れないので、このガラスが邪魔してるので、後々このガラスを通り抜けるビームが手に入るので、まあそれまではちょっとお預けですね。よし、じゃあちょっとこっち入ります。アダム、お預け。お預け欲しいのだけど。で、向こうもなんかありますね。あそこ行けるのかな。なんか一回入って行ってみてもいいけど、こっちから行けないような気がするんだけどな。うん、多分行けないような気がする。これはダクトとかは別にないので、一応ね、こっから、あら、
ここ割れてないね。あ、ここじゃいけないや。オッケーオッケー。じゃあちょっと先進みます。よいしょ。跳ね返されてる。ああ、これ閉じてるときはねダメなので、もうちょい近づかないとダメかな。大丈夫かな。で、なんかねこのゲームね、こう入ってすぐのところにねなんかあったりするんだよね。なんかあるかな。特に何もなさそうなので先進みます。よいしょ。でも昔より楽だお。昔より楽なの？本当、自分苦労したくないんだけど、この年になっても。おっさんになってまでね、苦労したくねえんだよ。あ、来ましたね。よっ。年。年とか言わない、そこ。こっちにね逃げときます。どうせまたね、あ、どこ行った、あの子。でこれね上になってるので届かないな。見よう。ちょっと遠いかな。ちょっと遠い。はい、この子弱いです。よいしょ。で、ダクトの真ん中エネルギー、あれが欲しい。とりあえず HP が欲しいんですよね、今。で、多分ここ入れないので、ここもちょっと苦労した覚えがあるな。で、ここにダクトがあるので、おそらくこのダクトに。よくみんな、笑。いや、知ってるよ。自分一回言ってるから。説明してんでしょ。おー、来てるので、こっちじゃない。メトロイドマジ探索が大変だお。よし、ちょっと上見ましょうかね。これどっからだっけか。こう来て、こう来て、向こうだったような気がする。一回戻ろう。ここにね、若いからすぐ思い出せるはず。そう、若いからね。もう若くない。ちょっと登れなかった。ここにね、
これありますね。よいしょ。これなんか出てくるんだっけ？大丈夫だっけ？ほらほらほら。ここに乗ると絶対出てくるんで。もうないんだけど。で、ここから、よいしょ。はい。で、これの玉になっていきますけど、途中なんかいるんじゃないかな。どっちでいいんだっけ？上いるね。こっちから行かないと無理なのか。あ、行けない。怖い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 。痛い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 。でね、そこにもね、いる。見よ。見よ。よし、これでちょっと一個エネルギーパーツー。これでね、やっとゲージが2つになった。よし。OKOK。はい。で、これで端末動かします。で、これでグリーンになったので、進みます。よし。で、ここまで来ると目的地への道が表示されるので、ここにミサイルありますね。ミサイルあるけど多分今は行けないので、ちょっと素通りしていいかな。で、バイオスフィア試運場で、閉まったのでもう戻れない。よし。じゃあちょっと見ますかね。なんかあるかな。なんかいるね。このセーブポイントはいるのかな。シーケンス終了。オペレーションが正常完了。で、目的地がないんだけど、ないのだけど目的地がどっかまで行ったら教えてくれるのかな。あー、ここ来たなー。ちょい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 、ぐるぐる回りすぎ。ちょっと待って、施設内だからマップ効かない模様。マップ効かないの。どっち開けたっけ。これいけるんだっけ。これいけないよね。逆だ。で、ここもなんかあるけど、多分ここは今行けないので、はい、ボールになって、あたりになんかなかったっけ。
だっけ。よっしゃ、これ端末いじれるのかな。で、グリーンになったので行きますけど大丈夫かな。よし、で、ここがグリーンになってますね。で、入りまーす。ジェームス。いや、サムス。ライアルは遅れているようだ。おい、この CPU は自己破壊させられたようだぜ。システム中枢が分断されている。そうだな、復旧させてデータ回収するくらいならできると思うぜ。やってみよう。大将の言うようにここにはかなり重要な情報がありそうだ。ならばモーリスが作業している間俺たちはこの建物を探索。いいな。はい、了解。なあプリンセス、はいはい、この眺め思い出さねえか。見ろよ、そっくりじゃねえか。連邦軍の演習場によ。はい、今出ていったね、やつの後を追っていきます。あと3分。はい。次枠いきます。一応ね、今日はね、21時ぐらいまでを予定してます。明日ちょっと自分仕事なので、朝から。まあ、一応2時間ぐらいやって、進めるところまで進めていきたい。ちょっとセーブできないのこれ。セーブできねえのかよ。あ、ってことはこっちじゃないのかな。ごめん、来る方間違った。ちなみにね、この構えしてるときはね、なんか走れないです。何してんの？超スルーされてる。まあでもここ入れないよね。あ、開いてるのか。邪魔しちゃダメだよ、わら。あれこっちじゃない？やっぱそうだよね、赤になってるもんな。え、邪魔してないよ。手伝えることないかなと思って。あ、ちょ。あとはさっきのセーブのところに何かあるんだろうな。全く覚えてないな。
とりあえずここしか行けないので、ここに何かあるんだろうな。これ多分、あ、これは効くのか。ここか、この一つ手前しかないもんな。終了まであと1分になりました。次枠ね、行きますよ、次枠。あれ、どれだっけ、前でいいんだ。あ、外見るとかそんな感じだったっけ、覚えてないな。あ、なんかそんな感じだったような気がしなくもない。なんか飛んでない、あ、雲か。これモーリス。あれ、積んだのだけど、これどうだっけ。配信を開始しました。はいはい。ボールになって出ればいいのかな。ボールになれないな。ちょっと待って、ただいまです。はい、まーちゃんこんばんは。積んでしまった。ここどうや、何したか全く覚えてないんだけど。モーリス積んだ積んだ積んだ。モーリス、相手して、モーリス。一回来たけどもう覚えてない。チラ GA。 はーい、スフィンクスさんこんばんは。メトロイドやってるよ、メトロイド。積んだのだけど今日ね、21時までやるよ。あ、久しぶりに見た、わらわら。あ、よかったよかった、進んだ。結構ね、上手くなったよ、最初に比べたら。最初ひどかったからね。自分で言うのもなんだけど。あれはひどかった。今でもそんな上手くないけど、よいしょ。それは期待ですな。そう、だいぶ上手くなったよ。一応ね、エンディング手前まではね、ロケ班やった。なんかあるかな、あそこ通れる。アイテムあっても良さそうなのにね、何にもないなんてしけてやがるぜ。通れないね。しけてやがるぜ。この構えしてる時はね、なぜか走れないんだよね。これいる？この縛り。あ、ちょ、二人とも何してんの。ちょい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 。これはみんな、これちゃんと覚えててね。 KGKG って誰よ。加藤豪。ググジェームス。二人ともちょっと仲間に入れて、寂しいのだけど。
ジェメス。ジェームス。人の顔覚えるの苦手なんで。ちゃんと覚えて。ちゃんと覚えて。ひ。でね、ここね、開けるでしょ。そしたらね、でね、ドッキリ大成功、大成功。そう、これこの間教えてもらって、自分ねすごく迷ったの、これ。違う。すごいシビアなの、これ。そう、アダム、見えてるか。すごいシビアなんだよね。サイボーグに改造されているようだ。ゼーベス星人。わからん。さらに調査を続けてくれ。はい、みんな集まってくれ。仮面ライダーか。仮面ライダーかな。動画見ましたぜ。動画見た？本当にありがとう。そう、あれ毎回ね、オープニング流していってるからね。来年はね、誰か作ってくれないかなと思って。銀河連邦軍の管理下にある。この施設内ではサムネも、あ、本当にありがとう。サムネもね、誰かね、コミのサムネも誰か作ってくれないかなと思ってるんだけれども。はい、42になってるけど、自分今年44になるんだけれども、生物兵器の使用禁止されてるはずだな。殺傷してることになるから。もちろん、ここだけの話、許されるべき行為ではない。マデリンバーグマンとは誰だ。マデリンバーグマン、まあ、これキーワードだからね。分かったこと以上。サバ読んでますね。読みたくないけどね、しょうがない。アダムの関与については聞くまでもないだろう。そう、彼は生体兵器に限らず生命の身勝手な利用ということに極端に否定的なのだ。命、それはいかなる類のものであれ、この世に誕生した時点で完成されたものだ。誰も犯してはならない。そう、犯してはならない。これがアダムの哲学だ。 MB、 私がベビーを持ち帰った行為は彼のこの信念に反することだろう。その当時不問になったとはいえ、私の行為は規則に反するものだった。そんな自分をアダムはどう見ていたのだろう。商品偽装の世の中だから年くらい大丈夫。そうだよね、バレないよね。むしろバレていないと思う。よし、もう少しすれば修理は完璧だ。ただし、確実にデータを保護するために強力なセキュリティシステムが使われてるはずだ。強力なセキュリティ、セコムかな。ならばジェームス、いよいよお前の出番だぜ。わかった。必ずハッキングしてみせてやる。ここの計画のすべてがわかるかもしれないからな。かなり時間はかかりそうだが。マデリーンとやらが建物内にいるかもしれない。情報収集を続けよう。はい。行くぜ。よし、じゃあマデリーンを探そう。まあ、マデリーンはね、ここの研究所の責任者らしいですよ。よっしゃ、マデリーン。ジェームス頑張ってね。これジェームス。違った、モーリスだった、ごめん。モーリス頑張って、頑張ってね。わらわら。よし、で自分はみんなが忙しいのを横目にセーブ。モーリスお子だよ。ごめんモーリス。自分はさっきの情報記録、さっきのなんとか星人が気になるのでそっち行きます。オペレーションが正常完了しました。あ、こっちも進めるようになってる？
誰かいる。これは誰だ。ちょっと外れる。アンソニー。アンソニーじゃないか。エネルギーパーツ知らない。ねえ、HP が欲しいんだけど。ちなみに僕のお供の名前はアンソニャーだ。アンソニャーなの。でね、勝手に進んでるんだけどこれ。はい、じゃあ見つけます。シモ姉さんまた始めてるよ、モンハン。まだやってるよ、あの人。はい、ちゃちゃっとやっつけちゃいます。打ち込みたいけどな。あ、当たった。もうノーミスで言ってたのに。もうどうも、ハゲオです。はーい、マコハゲ。うふ、おもしろいのやってるじゃん。そうそう、結構面白そうでしょ。だいぶどう？上手くなってるっぽくね。最初に比べたら。当たってる。よいしょ。ねえ、最初に比べたらだいぶこなれてきてる感じでしょ。最初ほんとひどかったんだからこれ。ちょっとミサイルはね、ちょっと撃てない。もうちょっとミサイル撃ち込みたいけどね。あれ？でもこっち来たけどな。まあ、これ帰ってよかったような気がするな。どう、ホワイトさん、髪の調子順調に抜けてる？ね、あ、でもここしかないな。なんか行けるとこあったっけ。乗れないんだね、今。何もないね。じゃあ向こう進んでいいのかな。
アンソニーたち逃げたかな。どっちだ。ちょっと待って。いいのかな。あ、こっちでよかったっぽい。情報記録およびシールド回復シーケンス作動中。シーケンス終了。オペレーションが正常完了しました。ね、構えをね戻してほしいのだけど。あ、来た来た。外。さ、可愛くないよねこれ。デスジャギーの方がまだ可愛いんだけれども。で、ここがね、厄介なんだよね。失敗したらごめん。全部逆。法則あるんだろうな。行けるときはすぐ簡単にサクッと行けたんだけどな。多分こっち。一点だけどな。ここの標準がね合わない。ここで詰まると思わなかったな。
ただいまです。はい、お帰りですよ。ゆみさん、こんばんは。メタルギアじゃないよ。これなんだっけ、メトロイドだっけ。はい、メトロイドやってますよ、メトロイド。あー、すごい殺した。メトロイド、オモロイド、笑い、オモロイド、面白い。見てる方はどうなの、これ面白いね。プレイズの人はあれだろうけど、初見プレイ、初見っていうかで見てる人はどうなんだろう、面白いのかな、アクションシーンとか。まあムービーはあれだけどね。ご無事ですかな、プリンセス。アクション部分は見ても面白いんだろうか。もっと早く援護したかったが、自分のヘッポコプレイ。こいつはチャージに時間を食うんだ。今度はまたしゃしねえよ。縁起でもねえか。おい、こっちに来てくれ。本当 FPS おもろい、本当に。あ、よかった。どうした。FPS 視点がね、これあの、なんていうの、ボーフリーリモコンなので、すごくね、合わせづらい、未だに合わせづらい。どうやら人間がこんな風になるってんだ。で、これがね、自分わかんなくて、これも多分インチ君に教えてもらったんだよね。普通さ、こう倒れてんの、ここに。ただ普通こっちの方と思うじゃん。じゃなくてね、これね、ここなんだって。全然わかんなくって。このあたりがすごくね、もうちょっとね、どうにかならんかったもんかと思って。脱皮した、抜け殻。先ほどの怪物がセクター3に侵入したようで、サウス、奴を追え。はい、アイアイさん、で、新しい目的地ができたので、そこに向かいます。ディスクシステム時代から遊んでますから、全然おもろいです。面白い、本当にすごい子さんだな。怖いんだけど、抜け殻はどんなやつだろう。ねえ、気になるよね。ぬめぬめしてます。そう、シリーズやってる人から見るとね、多分ね、自分ヘッポコだと思うけど、行われていた。これでも結構ね、頑張ってロケ班やったから、アダムが来たのは偶然なのだろうか。どうあれ、主要人物から話を聞く必要がある。マデリーン・バーグマン。そう、このマデリーン・バーグマンが、彼女がまだ生きていればの話だが、ここの所長さんなので、そのマデリーン・バーグマンをちょっとっ捕まえて話を聞きたいですね。サムス、はいはい、現状の装備で移動可能な範囲を探索する。これはアソブトイゴラージェンの全部攻撃がスクリューアタックと呼ぶようになります。我々は武器の解放。これね、これなんだっけ、この司令官というか指揮官の人、この人のね、判断がすごく遅いの。もうちょっとね、早めにねしてくれるとね、助かるんですけど。ギャグ漫画を読むとアスカ文化アタック笑そう、よく言われてるよね。言った、聞いた聞いた。このどこだっけ、どのあたりだっけ、ここだっけ。そう、あそこ死ぬから。ねえ、よかった、一発でいった。あそこね、避けないと死んじゃうから。
ここね、下も行ける。なんか行けるね。一番ここ前行ってないような気がする。あ、いらんかった。ここなんかあるね。あ、なんかあったよ、見つけたよ。エネルギーパーツ、オッケー。よかったよかった。とりあえずセーブします。情報記録およびシールド回復シーケンス作動中。早いね、もう25分経った。あと1時間。一応今日はね、21時までね、やります。目的地が、あの黄色のところ。シーケンス終了。どっち？逆向いてる自分。逆向いてる臭いね。こっちだね、多分。ちょっと待って。ここ、覚えといて。ここ多分ね、後でね、爆破できると思うんだよね、これ。違うかな。これスーパーボム、スーパーミサイルだとこれ多分壊せるから、覚えといて。自分忘れるから。よし。でね、これ見て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 。見た見た見た今。見た？見た？体力どんどん減るから、これ。急いで。ミラードリンク欲しいですね。そうだね、これ。でね、ここがね。パワードリンクのレベルが足りないんですね。そう、そういうこと。一歩キューティーでね。いけた。まだいってる。いけるかな。一発で行きたい。いけたっぽいね。よかった。よかったけど、ここがね、ここがね、僕はここで毎回死にまくります。わら、ほんと。痛い痛い痛い、早く。これ遅いんだよね、このおっさんが。この辺りの敵にノーマルビームはあまり有効ではないようだ。サムス、アイスビームを使え。ここでやっとなの。もうあと40しかないのに、体力が40しかないのに、もう40しかないのに、やっとよ、やっと。ここで言ってくるの遅くない、こいつ。ほんと脳なしなんだからさ、もう。もうちょっと早く言えよ。はい、というわけで、あと、次枠いきます。有効な情報はすぐには与えてくれないものですよ、わらわら。ねえ。おつおつ。わらわら。おつでした。絶対こいつド S だから。敵が多い。わら。ド S だからこいつ。ニヤニヤしながら見てんだよ、向こうで。まあでもね、このアイスビームが、終了まであと1分になりました、はい、アイスビームが来たので、これで対象凍らせられるようになるのでね、ちょっと楽になりますね。凍らせた後でミサイルとか、FPS 視点でミサイル撃てたりとかできるので、だいぶ楽になります。そ
そうでないとありがたみを味わえないという優しさですよ多分マジでこう結構でもね苦労するんだけど何回も死んだんだけど自分もここで せめてねバーが1本残ってる状態ぐらいの時にやってくれたらいいんだけどもノーバーだからノーバーあと40しかないから一発当たったら死ぬはい、じゃあ次枠行くのでね、時間ある方はよかったら遊びに来てください。あ、でも今日もいい感じに進んではいるような気がするけどな。配信を開始しました。映ってるかな、大丈夫かな。今日は、ね、ただいまです。はい、まーちゃんお帰りですよ。今日ユーストリームがね無反応なんだけど誰も見ていないの。見て誰か寂しいのだけど、松井寂しい、松さん寂しいんだけど、これ解除したくない、怖い。よし行っていい、怖い。ははん、ワクワク。ああ死んだ。ああはい、スピンクスワクワク当たった。ここはねほんとちょっときついよね。リベンジ。遅い遅い、でも今回65残ってる。今回どうだ、いけるか。ワコ、はーい、ちくまこ、今回はいけるような気がする。よし、いけたんじゃない。あー、このド S がよ。よし、もう行きます。ここは、ここ端末あるんだね。で、この炎も当たるとダメージになるので避けていきます。ちょちょいっと、よいしょ。嫌だな、ここ怖いな。
俺の顔よりは怖くないだろ。あ、はい、マコハゲホワイトさん。どんなお顔なんだろう。ムックンみたいな顔。ムクミズだよ。ムックン怖くないよ、わら。そうなのか、わら。キュウエロレス。そう、ヌックン怖くないよね。怖くないよ。動画見ましたよ、素晴らしいですね。あ、ありがとうございます。よかった。来年はね、誰か作ってくれることを期待しているサムネと一緒に。スーパーミサイルなのか。今のちょっと装備だと無理なので、先行きます。でもね、なんか出るんだっけ。多分下いるんだよな。よっ、ここにあるので、これでゲートオープンします。けど、ここに一匹邪魔なのがいる。よいしょ。下何もないよね、多分。で、これで新しい目的地が出ますね。ここどこ？こっちでいいの？しかし、お正月もあっという間でしたな。早かったね。もう仕事行ってる？多分ホワイトさんはもう行ってるよね。で、ここでね、出てきます。なんか、あ、出てこないな。いた。ブラ装着して何度も言ってます。マジか。一回待った方がいいかな。ちょっと体力回復します。間に合うか。よいしょ。よし。にゃー。何今の。オカダブルメタルギアじゃん。どっかの配信が始まってない？よし、じゃあこれ壊します。うぃぃぃ。自分あれにしてるの、あの、で、こいつはですね、正面からやっても跳ね返されるんですよね。でね、
射撃から まずいか。あぶねー。よーし、危なかった。これでしょ。これあのね、アラートをね、自分メタルギアの音にしてるの。今のよく生き残ったな。ねえ、危なかったね、巻きつかれて。今んとこは多分アン端末いじれないので、今は先進みます。ここも暑い。いやよ、ついてるの気づかんかった。あー、ザザミサさん、はい、こんばんは。だいぶね、上手くなったよ。痛い。あんま上手くなかった。ペタッピだった。だいぶ進んだよ。一応ね、ロケハンでね、エンディングちょっと前ぐらいまで多分行ってると思う。ラスボス1回戦はやったぐらいのとこまで行ったから。シーケンス終了。オペレーションが正常完了しました。かな。ちょっと上手くなったっしょ、ちょっとだけ。なんかありそうなんだけど、これ絶対壊れそうなのにね。なんかあるので、こっちに行ってみよう。あ、エネルギーパーツじゃない。4個集めると最大値が増える。はい、増えてほしいんだけど。あ、でここも壊れた。ドーン。暑いんだよね。はい、急ぎます、急ぎます、めっちゃ急ぎます。よいしょ。ちょいちょいちょい、ボールになります。ぐるぐるぐる、ドーン。で、ここに、入ります。よいしょ。サブス、今すぐバリア機能をアクティブにし、熱気によるダメージから身を守る。遅いだから、遅いから、もうちょっと早くして。先に言え、笑ねえ。またね、モニターの向こうでね、ニヤニヤしながらね、見てたよ、きっと。ド S だよね。
熱いんだろうなとかって思いつつ見てたんだろうね。ムカつく。はい、でこっからねボス戦になります。ここもねちょっと苦労した、わかんなくて。まあでもこれで一応熱のダメージは受けなくはなったので、ちょっとここね苦労するかもわかんないな。抜けるかな。当たってんな。当たってんな。これで爆弾か。乗ります。あとはひたすら避けます。しばらく この間はちょっと効かないので、抜けたんだけどな。行けたよかった。帰ります、さよなら。何もないよね多分。決まったね。決まったね。一発で行けたよかった。ロケハンした甲斐があった。何もな、ここはないよね多分。多分帰っていいと思うんだけどな。さすが松さん。ねえ、いけたいけた。でも結構苦労したよ、1回目の時。ロケハンの時は。あー、ちょっと。はい、ザコを相手にしないで帰ります。さよなら。はさよなら。でね、ここ行くと戻れるんだけど、下も行けるんですよね。さっき
までどこにいたんだこいつら。ねえ、ボスいなくなって出てきたよこいつら。一回帰っていいんだっけ。いや帰ったらダメだこれ多分。あの黄色い、この黄色いところに行きたいので、ここ行きたいので、こっちかな。一回ちょっとこっちは、びっくりした。ここね、下降りれるんですよ。よいしょ。あー、でもここ戻るんだ。痛い、びっくりした、もう。やめてくれる？戻ってよかったのかな？多分いけない。あ、痛い。ごめんなさい。すいませんでした。あ、着いた。思ってたけど、思ってちょっとお姉っぽいよね。そう？お兄さんだよ、お兄さん。おい、俺もマキさんだぞ。オッケー。どうぞ。譲らないで、みんな。奪い合いして、ちゃんと。で、ここに。松さん涙目。涙目だよ、これ。で、これは、グラップリングビームがいるので、これは無理。で、多分ね、この辺りにね、アイテムが、ここか。ここにね、多分あるけど、今は取れないので、奥行きます。よいしょ。バイバイ好きでお譲りいたす。譲らないで。で、ここも扉あるんだけど、ここも入れないので、今は。先行きます。よし。んー、よいしょ。松さんと結構硬いんだよね。お、姉さん枠がまた始まった。また始まったの？誰だセクロスとか言ってんのは。結構でも進んでんじゃないの？いい感じで。よし、また目的地がね、できました。今度はここ。さっきの隙間になんかあったりしない？どこの隙間？ここ？いやー、どこ？ラグがあるからちょっとわからんけど。俺の頭は隙間じゃなくすだれです。こう上にへばりついてるんだけど、ちょっと待って、ここはパワームーンか。ちょっと待って、あ、ジャンプ下の隙間じゃなくて段差か。そう。あ、これまだ行けないね。よし、先行こう。よげます。ほい。ほい。先行きます。いいでしょ。で、これ無理なんだけど。これ現状、今は何もできないので、一回帰ろうとします。はい、さよなら。そうすると、ここで、通信入ります。ドエスから通信が入る。あれ、今日は休みなの？今日はね、明日朝からだよ。朝から確認を急ぐ。あの化け物は後回しで、だから今日9時まで9時までやって寝る。また朝早いの？また明日は朝早いよ。
明日でも、明日行ったら、ちょっと。明日行ったらね、次の日が、お昼からなので、明日帰ってくればゆっくりできる。倒さないといけないのかな。時間大変ですね。もうでも慣れたよ。10年近くやってるからね。痛い。そしてこのカブトプスである、こいつね、正面からね、通じゃ このちっちゃいのがめっちゃすばしっこいんだよね。4時起きはきついな。もうでもね、慣れないよ。あ、ちょっと痛いんですけどね。寒いし真っ暗でしょ。遊びに行くなら起きるけど、ね、わら。痛い。状態持ち上げてる時に攻撃できる？無理。これでしょ、赤い光がね、見えてるんでね。もらった、もらったで。ここに乗ります。今からどこ行くの？2位だっけ？ここ2。順調に進んでるね。あと2分。はい、じゃあ次枠ね、ラスト。順調に進んでいるよ。おつおつおつ。おつお。はい、おつおつお。随分すごい筋肉ですね。これでしょ、これスーツだ、これ中身女の子だからね。これ女子だよ、女子。え、女子だったのか。そう、これ中身女子だから。おっさんかと思った。武装する乙女。そう、武装する乙女だからこれ。まあ、さらに中の人はおっさんだけど、やかましいわ。よし、じゃあ次枠いくよ、次枠。ゲージあと2本欲しいな。2本回収できるかな。ヘルメット取ったら金髪ロングというロマン。そう、ロマン。一人ツッコミご苦労さんです。終了まであと1分になりました。はい、じゃあ次枠行きます。次枠ラストです。もうだいぶロケハンに追いついてきた。はい、おつおつ。だいぶ追いついてきたよ。
いい感じに進んでいるよ、これは。ちょっとアラートどうしようかな。5分前に鳴らそうかな。10分前じゃ早いもんな。5分前、一回鳴らすか。うー、明日も朝からとかもう辛いんだけれども、配信を開始しました。映ってるかな、どうですかね。映ってるね。よし行くよ。ただいまです。はい、まーちゃんはコツ。はい、ナスワーク、ナスワーク行きます。セクター2クライオスフィア。寒い、ここワコ。はい、ザザミソサムワコ。今度はまた寒い。寒いね、ここ。痛いんですけどね、これ。もう雑魚敵はね、これ何も出ないので、はい。無視していきます。痛い。痛いけど我慢する。はい、スフィンクス様はこう、これどっかにね、巣があったね。あ、潰しとこう。うさ、ここにね、扉はこっち側あるけど、まだ行けないな。いろいろありそうなんだけどな。エネルギーが欲しいんですけど。トナカイ来た。ちょっと待って。である。今日も抜く水です。はい、ワコ。はい、ホワイトさんかな。はい、ワクワコ。なんかアイテムが出た音がしたけどね。気のせい。なんかあっちの方にある、遠いんだけどこれ。今取れないのかな。今取れ、リアップ、リアップ、リアップ、もう手遅れじゃね？あ、言っちゃった。まだ希望はある。そう、希望をね、捨てないことが大事だから。これどうすんだっけ？これ一回ね、自分これ延々とね、こう飛ぼう飛ぼうとして無理だったんだよね。一回多分中入るんだろうな、これ。覚えてないな。
でね、あそこにね、あそこ見える。ただいま。はあ、あ、イルミナさんだ。はい、こんばんは。メトロイドやってるよ、メトロイド。だいぶ上手くなった。褒めて、褒めて、褒めて。で、ここがね、グリーンになったときにこれ、チャージします。ドーン。すると、足場ができるので、帰ります。さよなら。ウィーバンですか？そう、これはね、ウィーバンですね。さすがにね、昔のディスクシステムとかファミコン版はね、ちょっと無理、自分の実力ではおそらく無理。今あのレトロゲーとか無理なようにきついね。何もないのかな、アイテム的なもの。ちょっと待って、自分何もやってないのに勝手に落ちた、この人。どっかの壁をミサイルで壊したり、なんかね、アイテムの消えたかな。で、そうするとここが、あ、ミサイル補給します。よいしょ。でね、アイテムのマークは出てるけど多分今は取れないかな。多いので先進みますね。上も行っていいのかな。ああ、そうそう、これも上行けるんだったな。よ、行けるけど帰ってこれないのかな。ゲージが欲しいんだけど。よいしょ。見える、あそこ。ほら、エネルギータンク、あれめっちゃ欲しい。欲しいけど今取れないので先行きます。よいしょ。はい、で新しい目的地、あの N のところまでね、行きます。シーケンス終了。オペレーションが正常に。痛い痛い。スーパーミサイルがいりますね。今自分はスーパーミサイル持ってないので、一回ド S の通信があるまで戻ります。あ、あれ、ド S からの通信がない。
どっちが先だろうな。めっちゃ長距離のジャンプの技をくれるか、スーパーミサイルをくれるか、どっちかなんだけどな。ちょっと待って、向こう行けるっけ。ちょっともう一回上行く。なんかあるの、ここ行けるようになってるので、ここか。いや、でもこれ戻ってるもんな。ちょっと待って。確実に戻ってるもんな。どうすんだろうな。覚えてなぁ。そこね、飛びたいんだけど、アイキャンフライ飛びたいんです、空を。ここかぁ。飛んでいいかな。なんかあったっけ。こうか、びっくりするわお前ら。積んだ積んだ積んだ。情報記録及びシールド回復シーケンス作動中、終了。行く先はこっちでいいけど、あ、思い出した。多分ね、ここ落ちた。行けない時にはどっかに何かがある。ここは排出が終わった後に速やかに駆け抜ける。ああ。ここは入れない。入ってもないかな。ここか、わら。ここ。これなんか出るんだっけ？こいついやらしいんだよね。めっちゃ出るんだよね。こいつ避けるんじゃんね、めっちゃ。痛い。で、この状態になるとこれ効かないので、クラダリさんじゃないか。トナカイさん痛いんですけど。今だ。
滅シュート、だいぶでも進んでるよね。割といい感じではないの。もうちょっと段差がないところ来て。モンハンでもあれだけど段差あるとこ嫌いだから。15分、もうちょい進めるかな。ここがね、なんか壁がある。このボルボロス選手はジャンプしたら方向キーレンダーだお、わら方向キーレンダー、ちょっと待って、多分ここ入れんのかな。よっ、じゃないと間に合わない、わら間に合わない。ね、先こっち行こうかな。上がれんね。上がれた。あ、こっちでよかったんかな。氷河地帯の相手にアイスビーム。わら。ねえ。これも自分もそう思ったんだよね。これ効くのかなと思って、属性的にね。つけてな。プライム1とエッジはビーム変更できるので、プライムだったら地雷だ OB。あ、あとにも、わら。ちょっと待って。ここ行ったら目的地だね。よし、進むか。あ、またいた。飯行ってきます、バイバイ。はい、バイバーイ。はい、で、これね、渡れないので、こう落とします。あ、間違えた。
仕方ないと。あ、全部出してくれたかな。いけないのか。いかないのね。これで OK なんだっけ。あ、いけるいける。アイテムマークがこの辺りにあるけど、あ、ここ見つけたかもしれん。あるけど取れなくない？これでしょ絶対。違う違う、ここ絶対入れそうなんだけど。入れそうなんだけど、ね、絶対ここだろう。入れん。落ちれないかな、中に綺麗に。はい、か、よし。どう時間的に。あ、いいんじゃないの、いいんじゃないの。よし、とりあえず今日はここまでにしとこうかな。はーい。一応ね、最初の方にもね、オペレーションが正常完了しました。何にしようかな。荻の目にしとこう。今後のね、配信予定、はい、こんな感じになってます。ホラゲ枠がね、今アランウェイクやってるので、この後はゼロ、それから霧雨が降る森、それからサイレントヒル2とエコーナイト2。で、アクションゲームは、ザルフォンさんのところとカワサのところがニーアレプリカントやったので、自分は一応ゲシュタルト、ニーアゲシュタルトやろうかなと思ってます。それからメタルギア、ピースウォーカー、あ、ヨネさんいないのかそれからアンチャーテッド、あとバットマン、あとスティームで買ったブラザーズとおぼろ村正さん。母さんのはちょっと見た。あ、ちょっと見た。あれのね、主人公がおっさんになってるやつこれからね、RPG もね、ちょっと PC エンジンのやつをちょっとやろうかなと思ってます。天使の歌、1,2 と、あと妖芸枠は、マジか、笑う。うん、そう。主人公がね、おっさんになってる。
あとね、多分セリフがね、英語と字幕になってるのかな。はい、それからね、4ゲー枠はね、ポータル2。あと、音ゲー枠は、パラッパラッパーか、バストアームーブ。それから、バカゲー枠が、絶対絶命都市3。これからね、格ゲー枠、これは夏ぐらいかな、多分。はい、ウルトラストリートファイターやっていきます。終了まであと5分になりました。はい、あと5分になった。はい、今年のね、前半はね、こんな感じでね、やっていこうかなと思ってます。こんだけあったらもう十分でしょ。よし、はい、おぎの目ありがとう。よし、じゃあエンディング流そう。はい、じゃあ今日はね、お疲れ様でした。ね、明日はね、明日ポータルやります。ポータル、おつおつお、おつおつお、はい、おつおつ、ポータルはね、ちょっとね、頭使うゲームなので、はい、おつです。頭使うゲームなので、おつおつ、みんな助けに来て。自分つん、このゲーム積んだのでみんな助けに来て明日はね、ポータル2と、あとレイン動作兵団マークだそうそう、黙って見てます。黙って見ないで、ちゃんと考えて。みんな、あとレインをね、ちょっと途中前だったので、一応あの公式でガイドラインで4章まで OK なので、一応そこまで綺麗に終わらせたいと思います。多分終わると思います。はい、じゃあ明日も多分同じぐらいの時間、19時ぐらいかな、19時ぐらいからスタートしたいと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。寒いからみんな風邪ひかないように。はい、おつおつ。バイ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 。はい、バイバイ。歌うまいのかしら、歌がうまいとかね、下手とか関係ねえんだよ、アイドルに可愛ければいい、それが正義だ。大爆笑, はい、そうだ、そういうものだ。はい、バイバイ。次枠予約を無効にしました。ニューストリーム見てる方もいるのかな、どうなのかな、いなかった。はい、おつでした。